皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は本日登場セルティックのクラブセレクションレブ1の比較をやっていきたいと思います。セルティックのクラブセレクション自体かなり久々で、アプリだと初登場ということで、まああまり FP にならないというところもあるので、まあしっかり特徴なんかを見極めて引くか決めていただければと思います。まあ今週4クラブセレクションが出ている中でいう登場回数から見るとガラタサライと同等に引くのもありなのかなという感じはしています。まあコインがあればということで無課金の方はする安定なんだと思うんですけど、まあコインに余裕があれば引いてみてもいいかなとは思います。まあセルティック自体スコットランドリーグはレンジャーズとほぼ2強になっているので、まあ、ライブアップデートはそこそこ期待できるのでそこもいいかなと思いますし、今回セルティックトップ強化プラス10になっているのでそこも大きいですね。はい、ということで今回はセルティック紹介していきます。ということでやっていきましょう。はい、まずはオドソンのエドワールいきましょう。初 FP 化ではありません。クラブセレクションが PS4 だけ出てますね。そこち変わらず95です。今回トップ強化キック力ということで6上がって92、6も強化されてますからね。前回は決定力ということでこちらが下がっているという形です。まあ、決定力の方が上がり幅大きいので、まあ、今回でもいいのかなというところですかね。逆足頻度3、根案は6ですね。得点力や空中戦だけではなくてスピードもあるというのが特徴になっていて、同じボックスストライカーでいうと結構ルカクに似てますかね。まあ、右利きルカクという感じでしょうか。まあ、もちろんフィジカルや足元なんかもそこそこありますし、根案が6、まあ、ルカクにはないここで言うと OMF 適性があるということで、まあ、ここでの起用もできるというのが特徴ですね。スキルはシュート系中心に8つとなっています。スパサブやダブルダッチ、ワンタッチパスなどつけられると使用頻度なんかも上がりそうです。まあ、特にルカクを持ってない方におすすめの選手ですね。はい、続いてマクグレガーいきましょう。マクグレガーは3回目ですね。週刊なんかでも出ています。総合値は単独トップ92になります。今回トップ強化ボディコンということでこちらも単独トップ85、かなりね上がっているのがわかるかなと思います。まあ、あとの項目も、下の方は結構プラス1だったりプラス2だったりとか、まあ、その辺が多くなってますかね。はい、まあ、足元はほとんど変わってませんね。逆足両方とも3、コアが今回から7という風になります。まあ、スタミナ98と圧倒的なプレーメーカーで、足元パススピード決定力、まあ、比較的高くて、特にアグレッシブネス90、まあ、ここが高いプレーメーカーってあまりいないですよね。まあ、そこは特徴です。まあ、コアンが7で、逆足も良くて適性なんかも広くて左サイドバックなんかもこなせますし、まあ、スキルにワンパススルーパスなど、まあ、能力はね全体的にもう一歩というところはあるんですけど、まあ、マッチデーだとかオンチャレ用として考えるのであればありなのかなとは思います。まあ、スキル追加枠残ってるので何かしら追加してもいいかなとは思います。はい、続いてオーイエ行きましょう。オーイエは初 FP 化ですね。総合値6上がり93です。今回スピードトップ強化ということで、センターバックでスピードを強化されるってあまりいないのでここ良かったですね。ちょっと面白そうな強化ですよね。こちらは8上がりの87です。あとの項目は3から6上がり、逆足はちょっと低いですが、コアは6となってます。ディフェンスの能力90オーバー、フィジカル90、ジャンプ94、まあ、センターバックに必要なところもしっかり持ちつつ、まあ、スピードが87になった、ここ大きいですよね。あとは身長196のサイズ感にコアンが6、まあ、適正で言うと右サイドバックから中盤までこなせるということでかなりユーティリティですし、まあ、どことなくローマのスモーリングに結構似てると思うんですけど、まあ、スキルマンマークがないのでこちらもねスモーリングに似てるかなと思いますね。まあ、こちらを追加してあげればガチ使い入りもありそうかなとは思います。はい、続いてクリスティ行きましょう。クリスティはクラブセレクション出てるのでそちらとの比較、総合値は変わらず92です。今回トップ強化はアグレッシブネスということで5上がって84。あとの項目も、まあ、どちらかというと強化は大きくて、まあ、フィジカルやジャンプ2上がりだったりとか、他7割ぐらいが1上がりですかね。はい、まあ、若干下がっている項目もありますが今回の方が強そうです。逆足頻度が3、コアは6ですね。スピード瞬発95へ、しかもスピードは95、こんなに速い2列目あまりいないタイプですよね。まあ、足元パス、得点力、セットプレー、スタミナ悪くない印象でコアンが6、スキルは8つということで、まあ、アグレッシブネスが86プラスチェイシング持ちということでボールを刈り取る能力もまずまずあるっていうのが、 CMF での起用なんかもチャンスありそうな感じはしています。まあ、中盤で使うのであればワンパがないということでこちらを追加してあげるとなかなかいいスキル構成になって使いやすい選手になるかなと思います。はい、続いてダフィー行きましょう。ダフィーは3回目ですね。週間が結構出ているようです。総合値今回は91ですね。トップ強化ヘディングということで単独で高くなります。まあ、どちらかというと週間、まあ、特にスピードなんかも強化あったので週間の方が強いですかね。逆足両方ともにで、コアは5ですね。身長193センチ、ヘディング98、フィジカル95、ジャンプはカンストということで空中戦はもう負けないでしょうこの能力。スキルマンマーク、インターセプト持ちということでここもいいですよね。まあ、この選手2021の初期に週間 FP で結構来たんですけど、その頃は優秀なセンターバックとか FP 化も結構なかったので使っている方もいたんですけど、今の環境だとこのディフェンスの能力とか、あとはスピードが70
台とちょっと気になるところは多いのかなという印象です。ただ今週ライブアップデート B ということで、まあ、マッチデータとかで使っていただいて、まあ、しっくりくるという方は今後もね、スカットに入るかなとは思いますね。まあ、ガチスカはちょっと厳しそうな感じはしています。はい、続いて LU 主いきましょう。こちらは2回目ですね。こちらも CS との比較総合値91変わってません。今回決定力トップ強化ということで5上がって88、これいいですね。ドリブルは下がりましたが、まあ、ただ90はキープということで、まあ、悪くはないでしょう。上限の関係でマイナス1もありますが、まあ、スピード瞬発なんかも上がってるということで今回の方がどちらかというと強そうです。逆足33でコアは6です。90を超えるのは足元のみということで、まあ、ただ90近くの能力、得点力やスピードなどはありますし、まあ、ガチスカはちょっとただ少し遠いですかね。マッチデータとかオンチャレ用として考えたいところ、スタミナ83なので途中交代前提ですね。逆足3でコーンアンが6、スキルはコントロールループ、ドロップシュート、まあ、シュート系だったりドリブル系が多めですね。ワンパス、ルーパス、ダブルタッチなどもう少しスキル構成が違えば評価は変わりそうかなと思います。まあ、今週ライブアップデート D ということで今週はお休みですかね。はい、続いてバルガスいきましょう。こちらの選手は初 FP 化ですね。総合値7上がり90です。今回トップ強化キャッチングということで8上がって92、あとの項目は4から6上がりと、まあ、強化幅はそこそこ高めですね。逆足両方ともにで後半は6ですね。身長196の大型守備的ゴールキーパーということで、まあ、コアンが6あったりとか守備的ゴールキーパーとして低弾道パントがすでについている、こちらはありがたいですね。ただゴールキーパー能力90代前半が多くて、まあ、こちらもガチスカはちょっと遠いですかね。まあ、このバルガスの特徴でいうとキック力が97、フィジカルが96など、ここはものすごく高くなっているので一つ武器になるかもしれません。はい、今回の動画最後イスマイラソロいきましょう。初 FP 化、こちらは総合値7上がり91です。今回トップ強化ボールダッシュということで7上がって92、あとの項目も4から6上がり、こちらも強化幅は大きめですね。3もありましたね。逆足頻度が3、コアンは5ですね。スタミナ、フィジカル、スピードは申し分なしのアンカーですね。足元パスもなかなか高く、まあ、少し小柄な、身長172センチ、あとはディフェンスセンスが82とここが低めなのと、コアンが5、気になるところもありますかね。スキルも3つと少ないのでワンパやマンマークなどいいものつけてあげて、マッチデータとかの活躍をさせたいところです。はい、ということで今回はセルティックのクラブセレクションの選手を見ていきました。いかがだったでしょうか。まあ、オドソンヌ・エドゥアール、それからオーイエ、この2名がガチスカ入りのチャンスがある選手だと思います。まあ、似たタイプ、特にオドソンヌ・エドゥアールに関してはルカクと結構似ているので、まあ、ルカク持ってればするっていうのもありかなとは思います。まあ、オーイエ1点狙いっていうのはちょっと厳しいかもしれませんが、狙う価値はありますので、まあ、特にディフェンダー、いいディフェンダー、まあ、大型なディフェンダーとかがいないという方におすすめのセルティックガチャとなっているので、まあ、その辺も今引くかの参考にしていただければいいかなと思います。他の3クラブの動画もね、順番に上げていると思うので、そちらもぜひ確認してください。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。